ああ、ずっといなかったね。散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でも、いつまで待つか。合流しよう。うん。いけるな。もちろん。他の道は？うん、こっち。ジャウジャはよ。まあ、この吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たく、マコーロってのは。大丈夫か？平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。
どうしたんすかその足、大丈夫っすか。騒ぎすぎ、全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな、ジェシーは留守番だ。え、作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。あ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して、うん、ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ、うん、よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。ビックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。マコール止めないと今日もやるってな。悪いのはシンダだ。しれっとしてろ。